したスタートを13番グランソシエ後方です。さあ先行争い、まずは内から3番のギースバッハがいいスタート、それに並んでいった11番のコパノエビータ先頭に立ちます。さらに外から16番のウーバークイーンが一気に先頭を取り切りました。連れて14番ブランシールも先段へ、ちょうど今4番手、5番手が12番のビップレーヌ、1馬身差の内から6番カールマジュが並んでいって、さらに9番のグランアトミカ、3頭1段で1コーナーのカーブです。花に立ったのは16番のウーバークイーン、リードを1馬身、2番手に14番ブランシール、3番手は広がって外に9番のグランアトミカ、内から3番ギースバッハ、そしてその間からは半馬身11番コパノエビータ、これから向こう正面1馬身サースの外に12番のビップレーヌ、1馬身6番のカールマチガスの内から、それから1馬身13番グランソシエが続きます。1馬身差15番のチーちゃん、あとは2馬身中段から後ろ、7番のノルディア、内から接近2番のルミナスビューティー、さらに外から10番タマモポロネーズ、3頭固まって、2馬身サースの後方には内から1番の名称コオロギ、5番のマジェンカが並んで、最後方2馬身サー8番ペペロンチーノ、各馬3コーナーのカーブを迎えます。逃げる16番ウーバークイーン、リードは首ぐらい600を通過、14番のブランシールが並んでいって3、4コーナー中間、さらに9番グランアトミカ先端3頭に12番のビップレーヌが4番手、内は11番コパノエビータ、その集団の務めから上がろうという7番のノルディア、残り400の標識を通過、4コーナーから直線へ。さあ先頭は14番のブランシールが立って直線に入りました。9番グランアトミカ、さらにそれを捉える12番のビップレーヌ、ビップレーヌがブランシールに並んでいって200を通過、さあ抜けて内からは11番のコパノエビータが3番手争いに加わって、さらには15番チーちゃんが突っ込んでくる、抜けた12番ビップレーヌ、2番手には11番のコパノエビータが上がってくる、ブランシール3番手、ビップレーヌゴールイン、これは完勝、最後は3馬身突き放しての勝利です。